にちは、とうこです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はミセスグリーンアップルくんのケセラセラをみんなで練習していこうと思います。この歌は難しいように感じる人が多いかもだけど、こういうね、あの中身テクニックがこうギュッと詰まって、テンポもいいっていうね、曲の方が全体を通した時にまとまる場合が多い、ね、簡単な歌の方がね難しいんだわ。なんか何、簡単すぎてどうやったらいいか分かんない。なんかね、ごまかすところがない、簡単な歌はね。だから一つ一つのテクニックをきちんと入れていく。で、なんとなく全体通すとちゃんと上手に歌えます。習字やってた方とかなんとなくわかると思うんだけど、難しいさ、ごちゃごちゃした感じってなんとなくごまかして全体的になんとなくうまく書くってことできるじゃん。なんか逆に山とか川とか、なんか小さいの地とかさ、こっちの方が意外と難しいなみたいな。画数少ないと、なんかバランス難しいなみたいな。ないですか？ね、歌もそんな感じだよ。はい、じゃあやっていきましょう。最初は、ケセンラーセンラ。今日もトーナ、エールなんですけど、エは、エって母音を切るよ。トーナーエールって言わないで、トーナーエール。で、限界上とやってやろうかーですね。歌ってみようか。せーの。ケセラセラ、今日もトーナーエール限界上とやってやろうかー。こうなりますね。ここはいいかな。で、次も、ポツポツポツって切るだけね。I will stand ほど暇じゃない。いつも alright, alright. ここプツって切るよ。そしたら次、ささやくね。ここを乗り越えたら。で、ささやいたら、次は、エッジボイスね。ラーっていう風に、ちょっとかすれ声入れてあげるんだけど、これの感覚がね、わからない、よくわかんねえわっていう方は、武田鉄矢みたいにやるといいよ。何ですかっていうの、勢いで、楽にってやったら、もうそれでできてるから。こうね、楽になるしか、ね、言えるでしょ。で、次、楽になるしかないなんですけど、ここずっとあーを棒読みで言ってると、うまく聞こえないよね。なので、歌い方こちらにご用意しました。どうぞ。はい。この赤い丸のついたところを強く言うだけ。やってみるよ。せーの、なーい。なーい。全部で4つあるね。そこ強く歌おう。じゃあ、ここをからやってみるよ。ここを乗り越えたら楽になるしかない。ね？できるでしょ？はい。じゃあこうやって歌ってみてください。次！Aメロね。痛み止めを飲んでも。のは息で、でもってちょっとだけ N 入れてあげるよ。消えない胸のズキズキが、ないズキズキ。些細な誰かの優しさで。ここも、些細と優しさを、つい入れてあげるだけね。
ちょっとやむらいだりするんだよな。ちょっとはちょっとなので、あんまり大きく長く歌わない、ちょっとでいいです。ちょっとやむらいだりするんにアクセントかけて、こう強くね言ってあげて、ダーを上からしゃくるよ。するんだよな。で、負けるな今日も踏ん張って。ここ普通に歌えばいいよね。うん。で、固めたからってっていう風に、ラも、息ね。ラーって。そしたらすぐ、で、みを守って、みを。で、上から逆しゃくり。固めたからで身を守って。固めたからで身を守って。こうなりますね。はい。そしたら次。また諦めるって歌うんですけど、またあきらのあだけ、ウィスパー。やってみるよ。また諦める。また諦める。って歌います。次も。理由探すけど、理由探すけど。っていうふうに、こう、上から逆しゃくりね。で、サビ。消す、探すけど、消せらせんな。今日も唱える。ここも一緒ね。今日も唱える限界ちょっと、ね、だましさも全部、ましさも、って跳ねる。次、全部不幸の矢が抜けない。言っても、alright, alright. 抜けない。で、すぐ食いしばってるか。最初からやってみようか。せーの。消せらせんな。今日も唱える限界。ちょっと。ね、魂さも全部不幸。うの矢が抜けない。言っても、alright, alright. 食いしばってる。はい。そしたら次。小さく歌うよ。でもね。今日は、で、今日はのギリギリまで根を歌う。伸ばす。でもね、今日はちょっとだけご褒美を。宝石って B を。したら、わかっているけれど、いるけれど。私を愛せるのは、私を愛せるのは、っていう風に歌うよ。で、最後は、私だっけ、私だっけ。歌ってみるよ。わかっているけれど、私を愛せるのは私だけ。早く歌うと、ちょっとどこがどうなってるのってなるけど、そんなに難しくない。早口言葉より簡単だから。私を愛せるのは私だけって言ったら次。生まれ感はあるなんだ。生まれ感はあるなんだ。また私だね。また私だね。一個一個のテクニックは、跳ねるか、うんって言うか、ぐらいだから。逆しゃくりぐらいかな。ちょっと、もし、難しいなって感じる方がいるとすれば、そこぐらいだと思います。私を愛せるのは私だけ。生まれ変わるなら、また私だね。生まれ変わるなら、また私だね。
感じで、テクニックを入れる感覚が短いけど、それぞれは別に難しくないし、淡々と入れるだけ。うん。で、ミセスグリーンアップルくんみたいに歌えるよ。はい。ぜひぜひ、カラオケで歌ってみようね。はい。じゃあ今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。